カロリーネ・フリーデリー・ケルイゼ・フォン・ギュンダー・ローでは、ロマン派のドイツの女性詩人である。1800年前後、ヨーロッパは内にも外にも、騒乱の中にあり、カロリーネ・フォン・ギュンダー・ローでの若年期もまた穏やかでは、なかった。1780年2月11日カール・スルーエにて、カロリーネは小貴族出身のバーデン政府顧問館の第一子として誕生し、7歳の年に、 宮廷古問館で著述家であった父ヘクトール・ビルヘルム・フォン・ギュンダー・ローデを失った上院議員の小ヘクトール・ビルヘルム・フォン・ギュンダー・ローデは弟である。ギュンダー・ローデという姓は R が二つ書かれるものであるがこのことは後世には無視されることが多く1970年代になって初めてギュンダー・ローデの表記が文献中に再び現れている父親の早期の死の後 一家は1786年にハーナウに下った。母親ルイーゼ・フォン・ギュンダー・ローデや二人の姉妹との緊密な関係のもと、カロリーネは幼少期を過労して暮らしていった。カロリーネの幼少時代は母親と一緒に一体産をめぐる裁判闘争によって特徴づけられている。カロリーネは17歳でフランクフルト・アム・マインのクローンシュテット貴族女子修道会の初期になった。 そこで、しとやかな生活態度を身につけるよう促されたのである。しかし、長い裾の黒い修道衣や、白い襟や、修道院の十字架の下には、束縛されない自由への要求がうごめいていた。女子修道院での若いカロリーネには、自分のことが、囚人のように思えた。カロリーネは、フランス革命に感動し、恋愛物語から正気を得た。この時期にしてすでに、 カロリーネが一生をかけて取り組まなければならなかったテーマが素描されていたのである。そのテーマとは、幽閉状態と自由であり、愛と死であった。カロリーネの最初の大恋愛は、フリードリ・ヒカール・フォン・サビニーとのものであった。サビニーは後にその時代で最も重要な法学者になり、王座のロマン主義者、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世の大臣にもなった人物である。当時サビニーは、 高学生で少女カロリーネをロマン派のグループに導いたのであった。私は愛し、願い、信じ、再び希望する。おそらくはかつてよりも強く。と、この19歳の少女は友人に告白している。サビニーは自分の恋人が死を描いているとは予想していなかった。カロリーネには施策を隠す十分な理由があった。私たちが出会った王国は雲のように沈んでいった。 私たちを隠された楽園に迎え入れるため自らを開いた雲のように、ベッティーナ・フォン・アルニムは後にその著書、ギュンダー・ローデの中で二人に共通する時代について回想している。同じように地を渇望していたベッティーナとのこのような緊密な友好関係をカロリーネは死の直前に急に中断してしまった。カロリーネの恋人であった。 フリードリヒ・クロイツァーがブレンターの家を評価していなかったからである。ギュンダーローでは生涯にわたって頭痛と目の痛みを訴え続けた。カロリーネの長期の視覚障害についての序実は黒内障を患っていた可能性を示唆している。肖像がカロリーネが24歳で、ティアーンという偽名によって最初の本、死と幻想集を出版したとき、ゲーテはこの詩人に次のように書き送った。 このような死は本当に滅多に現れることがないものです。2歳年上のクレメンス・ブレンターノもまた驚いた。いかがにして彼女が真摯な私的才能を私から隠すことができたのか、私には未だ理解できません。ブレンターノはその後すぐに有名になった。しかし、カロリーネ・ネフォン・ギュンダーローでの作品は今日に至るまで彼女の生涯の影の部分に止まり続けている。 一生のうちカロリーネはヨーロッパロマン主義の最も美しい歌のうちのいくつかを書いたが、それは死を渇望するようなンクの詩であった。カロリーネの詩は陰鬱にして大胆であったが頭に入りやすいものでもあった。19世紀にしてすでにカロリーネ・フォン・ギュンダーローではロマン派の作法と呼ばれていた。カロリーネの詩作は自身の理念を実現しようと模索する当時の恋する。 女性が身を置いていた表現に対しての闘争をもたらすものであるだけではなく、カロリーネの高度に緊張した生涯の終末を先取りするものでもあった。修道所にして、女流詩人という女性の異例な出現は、同時代人にとって、すでに一つの謎であった。また、カロリーネの死は、その無限定ゆえに、多くの読者をおじけづかせるものであった。カロリーネの死は、ある、 ハイデルベルクの女子学校校長が表したように大胆に過ぎ、男性的に過ぎるものとして現れたのである。カロリーネはその女性性を疑問に付されていた。女性はかのように振る舞うべきである。そして女性はこのように施策するべきである。といったような当時の考えに抵抗したためである。私は女性の美徳や女性の幸福に対する、 いかなる感覚も持ち合わせていないとカロリーネはは21歳の時すでに認めていた。野生的なもの、偉大なもの、輝かしいもののみが私の気に入るのである。それは不幸ではあるがこれ以上改善されることはない。私の魂の中の不均衡である。私は女であって男の力なくして男のようになりたい欲望を持っているので。 この不均衡は止まるであろうしまたとどまらねばならない。それゆえに、私は変わりゆくし、また自らと調和することがない。ハイデルベルクのノイベルク大衆動員への途上、カロリーネは重要な文献学者、神話研究者であった、フリードリヒ・クロイツァーとクロイツァーの13歳年上の妻と知り合いになった。ここで、カロリーネ障害のテーマが一押しされることとなった。同時に戦いも、 クロイツァーはカロリーネの死を評価し死を出版することを援助した。カロリーネとクロイツァーは互いに死ぬまで愛し合うことを約束した。あなたの愛を失うようなことがあったら私は耐えられないでしょうとこの若い女性は研究者に向かって手紙で書き送っている。カロリーネの手紙は多くのドイツ文学における恋文のうも最とも美しいものと見られている。この間、サビニーは ブレンターノの姉妹であった国軍でと結婚し、クレメンス・ブレンターノは、ゾフィ・メローを埋め取っていた。しかし、カロリーネフォン・リュンダー・ローデには、教授夫人としての生活は想像できなかった。クロイツァーは、リーナは、結婚に身を委ねようとしないと非難した。この学者はある、主の三角関係を演じることになった。私の妻は、私たちのところに泊まることを願うであろう、母として、 あるいは我々の家庭の主婦として、妻の生活は自由かつ私的であっても良いとクロイツァーはカロリーネに提案した。それは共同生活の新たな試みの時代であった。クロイツァーのユートピアは、このように同じ時期にフランスでアンリド・サンシモンとその友人グループが試みていたような革命的な考えと関係を持っていたのである。しかし、この時代を知る数人の人々からは、 こうしたアイデアは、性格の弱さとして判断された。病気を病んでいたクロイツァーには、自分の妻と別れる勇気がなかったのである。カロリーネフォン・リュンダーローでは、クロイツァーの影響の下、早くから母検生社会の研究に取り組んでいた。その点でカロリーネは時代に先んじていたのである。恋人に出来る限り近づくため、断層してカロリーネは、クロイツァーの講義に出席していた。 クロイツァーが病んで妻の看病を受けていたとき、クロイツァーは若い愛人と別れることを妻に誓った。1806年7月、カロリーネはその知らせを受けた。すでに長らくカロリーネは銀の柄のナイフを持っていた。カロリーネはある月会からいかにして自分自身に対して一撃を加えればよいかということについて助言を得ていた。 不幸な恋愛から、のみならず自由への要求と当時の女性に課された、役割との救いようのない葛藤という重荷を背負って、カロリーネは、ビンケルアムラインの川岸で自陣した。翌日、カロリーネの死体が発見された。深い傷ではあるが一剃るには達しない。刺し傷は4番目と5番目のあばら骨に間で、左寝室を貫いていると医師の診察書は、書き留めている。 セーバルブルガ・ヴィンケルボクシ協会の墓地にカロリーネは埋葬された。フリードリヒ・クロイツァーはカロリーネの遺作、メレーテが発表されないように手を尽くした。クロイツァーはその本ではエウセビオとして登場しており、それが見つからないように願ったのである。この文章を隠蔽することは絶対に必要である。詩人の死後100年経って初めてメレーテは出版されることができたのであった。 その波外れた生涯にもかかわらず、カロリーネフォン・ギュンダーローデとは決して孤立した現象ではない。カロリーネをベッティーナフォン・アルニムラ同時代人との文脈の中で見ることが可能であるし、また、フェルディナント・ライムンと、フリードリヒ・ヘルダーリン、ハインリヒ・ホン・クライスと、バイロン・キョーラコの時代の分裂者たちの間に置いて見ることもできる。のみならず、ロサルバ・カリエラ、エリザベート・ルイーズ・ビジェルブラン、 アンゲリカ・カウフマンといった女性芸術家たち、そして早くに死んだロシアの画家マリーバ・バシキル・セェフラの後の世に生きた女性たちとの関係で見ることもできるのである。すでに長らく19世紀前半の女性たちの生涯は大きな注目を集めている。インゲボルク・ドレイビッツのベッティーナ・フォン・アルニムやカローラ・シュターンスによるラーエル・ファルンハーゲンやドロテアシュレーゲルの伝記のような書物は 女性共同体の身によって消費されたわけではない。ハンス・マグヌス・エンツェンス・ベルガーは、ロマン派女性への鎮魂化という表題のもと、アウグステブスマンとクレメンス・ブレンターノの間の往復書館を編纂した。この往復書館は、ダイアンデレ・ビブリオテックの中でも最も成功したものの一つとなり、1998年にドグマール・クネップフェルによって映画化されている。また、 ジークリートダムの探求小説であるクリスティアーネとゲーテもここで挙げることができる。26歳で自分自身の手で死んだカロリーネ・フォン・ギュンダーローではドイツロマン派の多彩な人物の中の一人である。カロリーネの恋愛と自由への衝動の間の分裂は1800年頃の市民エリートの中で女性が置かれた状況を反映しており後期女性解放運動へ光を投げかけている。 カロリーネはラディカルさをもって自らの感情を生き抜こうとしたが、このラディカルさは同時大臣をもすでに魅了していたのであった。死後、カロリーネの試作品や書簡の先週は常に現れ続けた。1970年代、カロリーネは女性運動が自らを投影する人物になった。ルフターハント集の中でアンソロジー、ある夢の影が出された時、 クリスタ・ボルフはこの本にエッセイを寄せ、さらにカロリーネ・フォン・ギュンダーローデを小説、どこにも居場所はないの主人公とした。もっとも、この小説では、クリスタ・ボルフについては、多くのことを知ることができるものの、カロリーネについてはほとんど知り得ない。すでに、同様に、ベッティーナ・フォン・アルニムがこの詩人を、自身の世界観の媒介とした例がある。バルター・モルゲンタラーの編纂による、歴史的、 批判的全集に加えて、2006年2月現在、ダグマール・フォン・ゲルスドルフによって、最終的に詳細なギュンダーローでの伝記が表されており、そのラディカルさにおいてロマン派の代表的な女性像となった、この重要な詩人の生涯について書かれている。カロリーネフォン・ギュンダーローでは生涯と著作で、1800年前後の一人の女性の天文と孤独と愛と死を具現しており、 自らの女性としての自由への絶望ゆえに、自由主義運動の先駆者と考えられうる人物である。おお、何たる困難な呪いであることか、翼を解くこそすれどうしえないとは、ありがとうございます。